それでは龍神大吊橋、あれをね、渡っていきたいと思います。375メートルの真ん中ですね。すげえ、これガラス張りになって足元が見えるようになってる。怖えな、これ。乗ってみますか。そういえばね、東京スカイツリーにもこんなのがありましたけど、ガラス張りになってて床がなんていうか、やっぱこう自然だからね、自然の真上だからこっちの方が怖いっすね。高さは全然低いんですよ、こっちに。だって100メートルだから。スカイツリーの展望台はね、もっと500メートルとか400何メートルとかありますから。でもやっぱこう自然の中にあるからすっげえ怖い。平日のまた午前中だっていうのにすごい人ですね。今紅葉のピークみたいで人がいっぱいなんですね、きっと。ここはですね、間違いなく高所恐怖症の人は来れませんでもね、紅葉を見たい人はやっぱここね、来なきゃダメですよ。すごいいいとこだ。わあ、綺麗だ。龍神峡の紅葉です。森の鐘です。1回100円。愛の鐘、幸福の鐘、希望の鐘。3種類の音色が楽しめて、記念のカードも出てきます。愛の鐘はカップルで手をつないで鳴らすとより一層愛が深まるかもって書いてありますね。それぞれ3つのね、鐘を買うようになっています。愛の鐘のボタンは両サイドにあります。2人同時に押してください。龍神大吊橋の、渡った先にある展望台に来ました。どうですか、すごいですよこの景色も。何よりもやっぱこうね、紅葉が楽しめるっていうのが素晴らしいです。いや龍神大吊橋来てよかったですよ。なんかすごいボロボロのハイキングコースマップがありますけど全然わかんないこれいかんでしょこれ現在地もわかんないもんこれ龍神大吊橋ね、いいところですんでね、みんなぜひぜひ来てみてください。紅葉が素晴らしいです。やっぱね、ちょっとハイキングコースはマップが壊れてるんであれ怖いですけど、ね、ぜひ直してほしいと思います。はい、龍神大吊橋のレストラン森の風っていう食堂に来てます。このね、名物らしい鴨南蛮そば、これを食べてみたいと思います。なんかね、そば粉が常陸太田さんを使ってるということで、すごい、ここのそばってことですね。すごい期待したいと思います。いただきます。うまい、甘い感じのスープがいいですね。ここね、こうベランダに出ることができて、龍神大吊橋がこう一望できるわけですね。今これちょうど皆さん分かりますかね、真ん中からバンジージャンプできるようになってて、ここら辺ですね、ちょうど今降りた人がいるんですよ。すごい、今ねロープが上がってきてますけど、分かるかな、ちょっと見えないかもしれないですけど、皆さんもね、勇気がある方はぜひね、龍神大吊橋でバンジージャンプお試しください。あ、俺は絶対やりたくないですからね。でですね、この先は袋田の滝に行ってみたいと思います。
なんかそっちもねすごい紅葉がいい感じになってるみたいなんで、でもちょうどこの竜神大吊橋からまあ30分ぐらいで行けるみたいなんで、近いです。見ていきたいと思います。